はい、こんにちは、ポチャイネです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。今回最初のコースはゴールに間に合わないんですけど、やっていきましょう。このコースはゴールに間に合わないコースらしいんだけど、まあ、とりあえず走ってみよう。あ、10秒で間に合わないやつか。あー、このギリギリ感。はいはいはい。わかったよ。これはね、コーナーブーストっていう技がバリ目にあって、ここの角をギリギリでジャンプするとね、ちょっと加速するんだよね。なんかね、上に行く動作が、こうジャンプが、この角っこによって、あのね、横に行く動作に力として変わるみたいなイメージなんやけど、タイミングよく、こんぐらい。こんぐらい。あ、多分全然違うと思う。あのね、多分ね、ジャンプせないかんのあれで。今、ジャンプできんかったけん。うわぁ、シンプルやけどめっちゃいいコース。これ当たっとんのかなぁ。いやぁ、当たってない気がするなぁ。あぁ、でもちょっと早くなっとんのかな。あ、来たぁ。来たぁ、今のだ。今のだね。はいはいはい。これ、しゃがむんだ、ここの時に。しゃがみコーナーブーストなんだ。これいけたんじゃないか。どうかな。微妙？あー、惜しい！惜しいぞ！来たよ。絶対これ来たわ。はい、ゴールでーす。イェイ。ベストタイムいけたかな？あー、無理やったか。はい、次のコースはクッパと協力しよう。やっていこう。ん？クッパどこおるんや？なんかクッパとね、協力するコースらしくてさ。クッパどこや？クッパどこおるんや？あと50コインどこや？上？もしかして。ほら、めっちゃ、あ、ちょっと、あ、すごい。すごすぎる。土管があるってことは、ちょっと土管も気になるな。よし、土管取った。え？あ、これ入れないんだ。あ、キノコが出てくるから。ちょっと待って、これで頑張って下に行ってもらうってこと。はい、頑張れ、はい、はい、頑張ってくれ。はい、頑張って。ウップドロップがないんだ。あ、やべやべ、やらかした。あれ、キノコちゃん、キノコちゃん、キノコちゃん。キノコちゃん。え、厳しくねえか、結構。鬼やな。あ、やばいやばい、やらかした、やらかした。いける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 。うわー、しまった。おー、いいね、今回。え、今回が一番いいぞ。いや、いいね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 。やばいやばい。え、今回めっちゃ早くね。もうこれゴールいけるんじゃないか。ちょっと待って、いけんか。ちょっと待って、やばい。いけると思うんだよな。ちょっと、あ、行かしてくれ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 。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ、今回。めっちゃ、ほら。おっしゃー、ゴール。マジ、じゃあ、もうやったわ。はい、次のコースは、ドクロリフト、ラバーリフトをやっていきましょう。ドクロリフトと海。とりあえず乗れってこと？乗って、あと3秒しかない。2秒、1秒。はい、無理。すぐ乗れってことかな。さあ、これでどうなるんだ？おー、ゴールが見えるけど、無理。いやー、でもこれどうなんだろうな。これでも乗ってないと加速しないしね。ギリギリのギリギリに乗ったらいけんかな。うわー、足りねー。もうすぐ乗るんじゃない？もうすぐ乗って、ギリギリに乗る。それが必勝法なんじゃないか。うわ、惜しいなー。やっぱそういうことなんかな。この反応するギリギリに乗って、最速でドクロリフトを反応させなきゃいけないってコースなんじゃないかな。それでゴールするんじゃないかな。はい、無理。このドックロリフトの当たり判定的には、多分、ここ？どこだ？ここだ！ここ！ここで乗れば、
弾けるんじゃないか。あ、今回マジでいい。もうね、今までで一番いい。自信がある。あ、これやばいやばい、これはやばい。おっしゃー、オッケー、ゴール。イェイ。はい、次のコースは頭が硬いと難しいかもしれないコース。火か変えるかやっていこう。なんかね、このコースは頭が硬いと難しいかもしれないコースらしくて、カエルかファイヤーで、あそこのコインの氷を溶かせってこと？とりあえずファイヤーだろ。え、カエルってなんか使えるんか？あ、でもカエルのジャンプ力がないとここいけんってこと？え、どういうことや？戻れもせんしな。カエルになんか密かな隠し能力あるんか？あ、こっちから行けってこと？いや、でも行けんよな。どういうこと？なんか、USA マリオみたいに、こう、しゃがんどったらめっちゃ、高く上がるとか？うわ、眠そうやな。無理や、こいつ。なんか、どっちか使うの確定なんだろうね。いやー、でもあれかな。あー、わかったかも。あー、簡単なやつか、もしかして。これさ、氷をさ、うまーく溶かして、上だけ溶かすってこと？ここからファイヤーを発射すると、多分ね、上だけ溶けるんだよ。よしよし、多分これで、こう、ね、走りながら、こう、走らんでいいか。これいけんのか、上に。いけんのか？おい。ちょ、待ってくれ。待ってくれ。あー、デブだ、こいつ。入れんぞ。よっしゃー、オッケー、いけたー。はい、次のコースはヘルメットホリック。倒すべきパックンはハテナブロックの中にいる。ブロックごとは、あ、ブロックごと破壊しても倒したことにならないから注意。やっていきましょう。はいはいはい。おそらくここにパックンがおるんか。あー、でこれをヘルメットで壊さなきゃいけないってことやけん、これをかぶって壊して、でも多分ね、ほら、これでハテナブロック叩いても壊れちゃうから、次はこっちを被らなきゃいけないってことか。これはちょっと待ってな。通知が鳴ってしまったわ。じゃあこれはこうさ、あ、やらかした。でこれはさ、多分この甲羅を使ってダメージを受けてからで、この甲羅を被るみたいな感じか。あれ？でも厳しいな。あれ？無理じゃん。あと1体どうしよう。あ、そっか。これを最初に被るんか。こう鳴らして、これを最初に被ると。で、こっち2個出すと。で、一回これに当たって食らいまして、あ、ああ、ちょっと待って。ちゃうて。ここ、で、投げてみるか。あ、で、こわー、来たー、これだー、これだよ、これ。あれ、ちょ待って、いけるんか、これ。ちょ待って。いや、いけるか、ちょ待ってね。これで、倒して、で、これ、かぶって、で、こうして、これをどうにかしてさ、これ大丈夫か。大丈夫。あれ？ダメだ。ダメだぞ、これ。ちょ、倒されてくれませんか。これ、スライディングしたらいけんか。いけんか。あ、いけんよな。いけんな。これ、あー、無理やな。そう、ここまでは確定なんだよな。で、こん時に、どうにかして、いや、これをさ、被らずに取って、ときたいんだけど、どうしよう。あー、ダメだな。あ、来たー、オッケー、来たぞ、よっしゃー。あと、こいつを倒して、ゴールだ、イエイ。はい、次のコースは、判定がシビアです。やっていきましょう。うわー、クッパ、わー、すごいね。めちゃくちゃ、硬直しとる。なんかね、これはね、クッパの判定がシビアらしいよ。あのゴールポールに多分簡単にはゴールできないみたいなんですよ。ちょっと、ピョーンっていってみよう。うわ、やっぱ当たっちゃうんか。まあ、俺、口に当たったよね、今。ちょっとかわいそうやな、こいつ。飛
囚われの身だよ。滑っていったと思うよ。ああダメなんだ。こういうコースって後ろ側からこう滑ったらいけるとか。あ、そうじゃないんか。いや、でも矢印が返ってるってことはあそこからなんだろうな。こうやってくるんっていってみ、ああ無理か。いや、しゃがみジャンプなんじゃないか。こうだ、よっしゃー、ゴルー。